こんにちは、速解塾の久保です。まあ、YouTube 一本でね、1億円って言うと本当ファンタジーみたいに聞こえますけども、本当に1億円ぐらいいきますよ。まあ、1億円いらないって人、まあ、月間でね30万50万でいいよって人、その方も YouTube は大歓迎してくれます。いや、もう YouTube 以外やらずに YouTube だけでこれですからね。私はね本当思いますけども、お店をやってる時とかね、捨て缶って言って電柱のところに夜中にこう木で作ったね看板を何十枚も貼りに行くんですよ。あれ1本ね5000円かかるんですよ。それ5000円かかるのを業者さんに頼むと、これまたちょっと問題が起きるんで、もうこっそりねやりに行くんですよ。もちろんあれダメなんですよ。ダメ、違法行為ですよ。もう本当にダメなんだけども、夜中にこっそり貼りに行って、クレームの電話があったら外しに行ってってことをやりながら宣伝活動するんですよね。だって看板だから、どのお店がオープンするから電話番号ここですよって書いてますからね。いくらでもクレーム電話入れられるじゃないですか。まあ、そういうことをね、古めかしながらしたりとか、あとポスティングっていうのも、私ね、まあ、飲食店は違うんですけど、麻雀店の場合は、まあ、あの広告が打てないんですよね。あらゆる雑誌に、新聞にも、もちろんないですけども。ということで、印刷で刷ったやつをね、それをね、まあ、4万枚とかっていうのを刷って、それを自分でポスティング行くんですよ。夜中に行って、朝までですよ。徹夜ですよ、ほとんど。でも、1日は全く終わらないですからね。でそういうことを繰り返しながら宣伝活動して、それによって来る人が一人いるかいないかって形なんですよ。まあ、ここでちょっと余談ですけども、私ね一計を案じたねポスティングの方法でむちゃくちゃヒット率がいいのがあったんですよ。それはですね、あのネカフェあるじゃないですか、漫画喫茶。あそこの麻雀雑誌の間に、麻雀の本の間にもう一冊に1枚から2枚自分の店のねこのぐらいにちっちゃくしたやつをチラシを入れていくんですよ。サービス券とか言って。そうすると、そういうところで麻雀漫画読む人っていうのは、まあ麻雀好きな人ですよね。開いたらこういうのが入ってるわけですよ。お、割引券じゃんだ。あ、そこに店あるんだみたいな感じで、何よりもピンポイント広告になるんですよ。それによって来たお客さんが、まあ、かなり多かったということですね。ただね、そのまあ一回もなかったんですけども、ネカフェとかからしてみたら変なもん入れるなみたいな感じになると思いますんで、クレームはなかったんですけども、もしかしたらねお怒りになった方がいたかもしれないですね。うん、まあということでね、宣伝はむちゃくちゃ店の営業に関わるんですよ。それこそ知られることっていうのがお店とか会社をやってると一番に考えることなんですよね。だからテレビ CM を何千万もかけて打つわけなんですよ。目立つようにタレントさんも用意したりとかね、で CM にドラマをの要素を入れたりとかして、もうね次の CM も見てもらうようにというふうにするわけですよね。まあアニメのキャラクター出したりとかするじゃないですか。さあそれでね、 YouTube でいろいろ活動しだして、広告なんてね全く、というか私インターネットを始めてから広告全く打ったことないんですよ。十分なんですよ。だってインターネットで知らせるってことがすでに広告じゃないですか。それをさらに広告かけるっていうのはなんか妙な話ですよね。このサイトを見てくださいとか言って広告かけるってのは変な話ですよね。だって広告を打つってことはいろんなところに出すってことなんで、じゃあ自分でやればいいじゃんって話なんですよね。だからまあ私はねサイトの量産とか YouTube の量産とかをするって発想になったんですけども、でもやっぱりまだね YouTube に関しては目標値のまだ途中、駆け出しなんですよ。駆け出しなのにもうこの状態ですからね、楽勝でしょうがないですよ。だから前回も言いましたけども、商売をやってるのに YouTube をやらないってことはもう最初から負けてるのもんなんですよ。それこそものすごい力とか影響力ある人がそれをやってるんだったらね、 YouTube なしでビジネスやってるならいいんですけども、少しでも売り上げたい、上げたいし、少しでも手間を省きたいと思ったら YouTube やるしかないですよね。私もね去年コンサルした会社が2社あったんですよ。企業コンサルね、この2社ってのは YouTube を使うことによってものすごく爆増爆益ですよ、この中で。私ね協力してよかったなと思いますよ。で最初 YouTube チャンネル本当に運営できるのかなと思ったんで、まあ、会社の中に業務として組み込んでくださいみたいなことを会社の経営者の方とね、それから経営陣の方と社長の方と来てもらってね、みっちりお話ししたんですよ。そしたらその通りにやってますね。朝礼の風景を動画に撮って公開で、いろんなね作業を一つ一つをもうすでに撮影してる、作業の一つ一つを。でネタだらけなんですよ。でお客様のお得意様商談会とかね、そういうのがあるわけですけども、そういうたんびに動画撮って公開、で社長の挨拶とかね、それから部長の挨拶とか、こういった社員さんの挨拶を一つ一つ動画に撮って公開、
うん、要するに会社のスタッフの顔が見えるようにしたわけですよ。それがまたね、爆益爆増、もうものすごい、もう間に合わなくなっちゃったんですよ、仕事が。良かったなと思いますよ、うん。まあ、その YouTube チャンネルね、本当に地域の方にはお客さんとしても誇りでしょうね。自分が関わってるお店が有名になっていくっていうのは、まあ、ほんでね、ネットビジネスとかやってる人も YouTube をやることによって、そのビジネスの塾に入ってる人もちょっと鼻が高いですよね。 YouTube で結構有名な人の塾に入ってんだよみたいな感じでね、コソコソってやってるのとわけが違いますから。クローズドの動画ばっかりやってるのと、だからそういうことって大事なんじゃないですかね。自分の属してるグループがもっともっと透明性を増して有名になっていくっていうかね。で、動画を切れ目なくアップロードすることによって既存のお客さんは安心するんですよね。活動してくれてるなとか、語りかけてくれてるなとか。それこそね、コロナ対策してる日本政府何やってるのか分かんないようなね、記者会見でいろいろ聞いても全く違うこと答えるみたいなね。なんかね、すごい面白いのがあったんですよ。昨日菅総理がコロナ対策でね、なんか言ってましたけども、フランスかどっかの記者の方が質問するんですよ。選手のことは置いといて、選手を取り囲むスタッフとか、いろんな、ね、関係者とかが日本に来日して9万人ぐらいになるんだけども、そういう人たちの感染症対策はどういうふうになってるんですかって質問したんですよ。さすがそうだよね。選手の、感染症対策は万全ですとかって答えて、そこ聞いてねえしみたいなねわざわざね、選手じゃなくって選手の関係者の人はどうなんですかとか、9万人ぐらい来ますよって聞いたのに、そこを全く答えずに、いや選手は大丈夫なんですとかって答えられないんだからね、菅総理はね。もう気の毒になってきますよね、だからああいうことだと全然ちんぷんかんぷんなんですけども、きちんといただいた質問に答えますよみたいな、その YouTube で Q&A とかね、私もやってますけども、吉田さんもね、そういうことができるのもいいですよね。あと時間無限に YouTube できますもんね。テレビみたいになんか質問時間が限られてるってことはなくて、それこそ心置きなくね、なんぼでも YouTube ってのは発信できますから、いいなと思いますよね。うん、だから YouTube しかないってことですよ、YouTube ね、動画10万本で書いてますけども、それ10万本とか100万本やる勢いでやれば1000本2000本なんてもう鼻くそですよ。鼻くそ、その鼻くその間に何千万でも稼ぎますからね、1億でもね、それしかないと思います。まあ、ここまで見た方、 YouTube すれば人生は、あなたの人生は全部変えてることができますよ、自らの YouTube の発信で。ということで YouTube で人生を変えろっていきましょう。いってらっしゃい。